オリンポスの神々と七人の英雄はアメリカ合衆国の作家リックリオーダンによるファンタジー小説のシリーズ2005年から2009年にかけて発表されたパンシー・ジャクソンとオリンポスの神々シリーズの続編にあたるシリーズは全5巻からなり2010年から2015年にかけて毎年一冊ずつ発表された日本語版はホルプ出版より 金原水人と小林美木の翻訳で発売されている。ギリシア神話、ローマ神話の神々は、不死身の存在であり、時代に応じて最も栄えている地域に移動し暮らしている。そして現代、21世紀においては、アメリカ合衆国がその地域である。神々の中には、人間と交わり、こう儲ける者も,もいる。そうした子供たち、ハーフ、 デミゴットと呼ばれるは、神から引き継がれた特別な能力を持つ。戦いの中で生き残るために、一般の人間よりも神経は鋭く、大抵 ADHD を抱えている。また、頭の中に組み込まれている言語が、ギリシャのハーフなら、古代ギリシャ語、ローマのハーフなら、ラテン語のため、難読症を患っていることが多い。ギリシャ神話の神々とローマ神話の神々は、 その呼び名や性格などに若干の違いはあるものの互いに対応関係にある。神々はある時はギリシャ神話の姿を、またある時はローマ神話の姿を取るため、ハーフにもギリシャ系とローマ系の2種類が存在する。ハーフたちはトロイ戦争以来の確執を本能的に記憶しているため、神々はギリシャ系のハーフたちとローマ系のハーフたちが、 互いの存在に気づかぬよう注意を払い続けている。シーズン1の最後の神で新たな神託となったレイチェル・エリザベスデアは次の大予言を予知した。ユピテル訓練書では7名の英雄の予言と呼ばれている。以下のがその大予言であり、今シーズンの物語の展開の重要な鍵を握っている。7名のハーフが呼びかけに答える。 世界は嵐もしくは炎によって滅びる。誓いは最後まで守られる。敵は武器を手に、死の扉を襲う。セブン・ハーフ・ブラッド・シャル・アンサー・ザ・コール、ツー・ストーム・オア・ファイア・ーザ・ワールド・マスト・フォール、アン・オース・ツー、キープ・ウィズ・ヒズ・ファイナル・ブレス、アンド・フォーズ・ベア・アームズ・ツー・ザ・ドアーズ・オブ・デス。記憶喪失の状態で目を覚ましたジェイソンは、親友だと名乗るリオと、恋人だというパイパーと共に、 ハーフ訓練所に向かう。ハーフ訓練所では、パーシー・ジャクソンという少年が行方不明になっており、ガールフレンドのアナベス・チェイスが必死に探していた。訓練所で、ヘラが巨人の一人に遊兵されていることが判明、そしてシンタ、新クレイチェル・エリザベスでは、大予言が始まり、ガイヤとその子供の巨人ギガンテスたちが目覚めつつあることを訓練生たちに告げる。そんな中、 ジェイソン、パイパー、リオの3人は、ヘラを救うための冒険の旅に出る。旅の途中、雪の女神キヨネや、キュクロプス、狼人間のリュカオンといった怪物たちに行く手を阻まれるが、3人はヘラを救出することに成功する。また、ジェイソンは、姉のタレイアと再会する。ハーフ訓練所に帰還してから、ジェイソンは、自分が、 ローマ側のハーフであることを告白し、行方知れずのパーシー・ジャクソンは、ローマ側の訓練所にいるだろうと推測する。そして、ジェイソン、パイパー、リオ、アナベスの4人は自分たちが大予言の7人の英雄であると悟り、リオが巨大なギリシャ戦艦アルゴニ号を完成させたら、ローマ側の訓練所に行き、残る3人を集めることを決心する。語り手は、ジェイソン、パイパー、 リオの三人である。パーシー・ジャクソンは、アナベスという名前以外すべての記憶を失った状態で目覚める。その後すぐにオ,オカミ・カミルパによる訓練を受けた後、パーシーは、ユピテル訓練所を目指し途中怪物に追われるも、無事に訓練所にたどり着く。訓練所でパーシーはどの神の息子かわからない、フランク、プルトの娘、ヘーゼルの二人と交友を深める。また、 カーシーは、ニコ・ディアンジェロと名乗る少年に出会い、彼を知っている気がしてそのことについて尋ねるが、ニコはそれを否定する。その夜、訓練の一環である戦争ゲームの終了直後、軍人マルスが、訓練生の前に姿を現す。そこでマルスは、死神タナトスが、巨人に囚われているせいで、怪物が死なずに再生し続けていることを知らせる。また、フランクを、 自分の息子だと認め、タナトスを解放する冒険の旅のリーダーに任命する。フランクは、旅の仲間として、ヘーゼル、パーシーを選び、3人は船に乗り、マルスに言われ通りアラスカに向かう。途中、3人は、エラというハルピュアや、ン名アリオン、女、戦士アマゾン族らと出会い、その協力を得ながら、先へ進んでいく。また、ニコが、 ガイアの軍勢に囚われていることを知る。アラスカで三人は巨人を倒し、死神タナトスの解放に成功する。しかし、死神タナトスはこれで怪物の再生を完全に阻止、できるわけではないと警告する。完全に阻止するには、囚われた二個がそのありかを知っているであろう、死の扉を封印しなければならないというのだ。その手がかりとして、死神タナトスは、 ローマへ行くよう指示を残す。その後、パーシーたちは途中で、タイソン、ミセスオリアリと合流し、怪物の攻撃下にある、ユピテル訓練所の救援に駆けつける。戦闘の最中、アマゾン族も援軍に駆けつけ、訓練所は、勝利を収める。パーシーはその功績を称えられ、訓練所のプラエトルに就任する。パーシーは、議会で自分が、 ギリシャ神とのハーフであることを告げ、ローマの訓練生たちにガイアの復活を阻止するため、ギリシャを信頼し協力するように求める。そんな中、ユピテル訓練所の上空に、ジェイソン、パイパー、リオ、そしてアナベスを乗せた、アルゴ2号が姿を現すのだった。語り手は、パーシー、フランク、ヘーゼルの三人である。アルゴ2号に乗るアナベス、ジェイソン、パイパー、 リオ、ヘッジは、ユピテル訓練所の教会を守るテル・ミヌスにより行く手を阻まれる。教会内に武器を入れることはできないと主張するテル、ミヌスを、アナベスが説得し、アルゴ2号を空中に待機させることの了承を得る。アナベス、ジェイソン、パイパー、リオの4人は訓練所に降り立ち、パーシーとアナベスは、再会を果たす。ジェイソンと、パーシーたちは、 お互いの冒険の旅についての情報を交換し、大予言の英雄が、パーシー、アナベス、ジェイソン、パイパー、リオ、フランク、ヘーゼルの七人であることがわかる。そして、死神タナトスの指示通りに、ローマへ行くことを決断する。その最中、ハルピュリアのエラが、以下のような予言を伝える。知恵の女神の娘、炎の印に導かれローマを旅する。 終わりな騎士の鍵を握るエンジェル、双子に息を封じられる。黄金に身を包みし巨人の災い、痛みを伴い、糸の檻から解き放たれる。ウィズダム、エス・ドーター・ウォークス・アローン、マーク・オブ・アテナ・バーンズ・スルー・ローマ、ツインズ・スナッフ・アウト・ザ・エンジェルズ・ブレス、フー・ホールズ・ザ・キー・ツ・ーザ・エンドレス。デス、ジャイアンツ、ペイン・スタンド・ゴールド・アンド・ペイル、ウォン・ウィズ・ペイン・スルー、エー・ウーブン・ブン・ジェイルこの予言は、 アナベスが母アテナからもらったアテナの印に関するものであり、今回のローマへの旅についての予言でもあった。会議がひとまず終わると、レーナはアナベスを誘い二人で話をする。レーナはアナベスのアテナの印に関して何か知っているようだったが、それを話す前にアルゴ2号がユピテル訓練所に爆撃を開始する。怒りに駆られてボートと化したローマのハーフたちから、 かろうじて逃げ、アルゴ2号へ戻ったアナベスタッチが目撃したのは、訓練所に爆撃をするリオの姿だった。パーシーがリオにタックルして気絶させることで爆撃を、やめさせ、アナベスは、アルゴ2号を操縦し、その場から脱出する。意識を取り戻したリオは何も覚えておらず、謎だけが残される。ひとまず一行は、ローマのハーフたちの攻撃により損傷した船のための、 修理品を手に入れるため、グレートソルトレイクへと向かう。そこでリオは、ヘーゼルと共に島へ行き、復讐の女神ネメシスと出会う。また、そこで、ナルキッソスとエコにも出会う。アルゴ2号の修理に必要な、ナルキッソスが自分を眺めるために使っている鏡を盗み出し、リオとヘーゼルは船へ戻る。修理後、7人は、 パイパーの探検家トプトリースの歯に映し出された映像を元にカンザスへ向かう。パーシーはブラックジャック、ジェイソンはテンペストを呼び出した後、パイパー、パーシー、ジェイソンはそこでバッコスに出会う。パイパーはバッコスに巨人と戦うのを助けてほしいと説得するが捧げ物が必要だと告げられる。そしてバッコスは3人に手がかりが欲しければ、 アトランタへ向かう、よう指示する。バッコスが去った後、ガイアがパイパーに語りかけてくる。ガイアはパイパーに、生贄として、ジェイソンかパーシーのどちらかを選ぶように迫る。パイパーが選ぶのを拒否すると、ジェイソンとパーシーの目が光り始め、自分たちはタルタロスから出てきた、悪霊アイドロンだと名乗り、剣で戦いを始める。ジェイソンは頭を打って気絶し、 パーシーはそのままジェイソンを殺そうとする。それを阻止するため、パイパーは話術を使い、ブラックジャックに頭をパーシーを蹴るように命令して、気絶させる。船に戻ってから、パイパーは話術を使って、リオ、パーシー、ジェイソンに憑依したアイドローンを3人の体から追放し、二度とアルゴ2号に戻らないよう誓わせることに成功する。また、その夜、 パーシーはニコが二人の巨人に囚われているという夢を見る。そして、巨人たちがある像について話しているのを聞く。アトランタについてから、パーシーは、フランク、ヘッジと共にある水族館へ向かい、ポルキュスとケトに出会う。そこで、パーシーたち七人にはガイアによって、懸賞金がかけられていることを知る。また、ポルキュスは、パーシーたちに、 チャールストンにアテナの印についての手がかり、アテナの印に関する地図があるだろう、と口を滑らす。パーシーとフランクは、ポルキュスに、水槽の中に閉じ込められるが、ヘッジの助けにより脱出する。その後、パーシーたちは、アルゴ2号に戻り、チャールストンへ向かう。ジェイソンは、昔一度レーナとチャールストンに行ったことがあり、像の手がかりがありそうな場所の候補を二つ挙げる。 南北戦争の博物館とバッテリーパークだ。バッテリーパークには幽霊のようなものがいて女子の前にしか姿を現さないという。ジェイソン、リオ、フランクは博物館へアナベス、パイパー、ヘーゼルはバッテリーパークへと向かう。バッテリーパークでアナベスたち3人は幽霊の正体がパイパーの母アフロディテであることを知る。アフロディテは地図は チャールストンにあると、アナベスたちに教える。アフロディテとの会話の後、レーナとオクタビアヌスが率いるローマのハーフたちが、チャールストンにやってきて、アナベスたちとの間で、戦いが勃発する。パーシーたちが、ローマのハーフたちと戦っている間、アナベスは、チャールストンに行き、アテナの印の地図を手に入れる。アナベスは、アルゴ2号に戻る途中、レーナに阻まれ、 投降するように迫られる。アナベスたちがローマに行くなら、それ以上は追わないが、ギリシャへの復讐を待ち望むオクタビアヌスはその代わりに、ハーフ訓練所へ進軍するだろうと警告する。そして、それを止める力はレーナにないという。アナベスは、アテナの印を追うと答え、ギリシャとローマの戦いを止めると誓う。アナベスたちは、なんとかローマのハーフたちの攻撃から逃れ、 チャールストンを脱出する。アナベス、パイパー、ヘーゼルの三人がアフロディテと会っている最中、チャールストンの海に潜り、ネレイスから情報を集めていたパーシーは、ある座標へ、アルゴ2号を向かわせる、よう指示する。ネレイスは、その座標へ行けば、ケイロンの兄弟の助けを得られるだろう。また、アトランタのケトが差し向けてくるだろう。怪物にも用心するように、と言っていたらしい。 後悔の途中、ヘーゼルは、リオに、彼女が最初に生きていた人生のフラッシュバックを見せる。そこでリオは、自分と、そっくりな少年、サミー・バルデスを見て、サミーが、自分の祖,祖父であることを知る。リオとヘーゼルが、フラッシュバックから目覚めて、すぐに、アルゴ・2号はケトが仕向けた怪物に攻撃される。戦いの中、リオ、ヘーゼル、フランクの三人は、 アルゴ2号から投げ出され、海へと落下する。溺れそうになっていた3人を助けたのが、ケイロンの親戚クティオ・ケンタウロスだった。3人を助けた後、アナベスがローマに着いた時に必要になるだろう、ティベリヌスへの紹介状を3人に渡す。公開中、アナベスは、パルテノン神殿にかつてあったが、ローマ人により奪われた、アテナ像を、 アテナの印に従い自力で見つけなければならないと告白する。その像は今、アテナの子供たちの宿敵、荒くねに守られているらしい。アナベスによると、その像がギリシャとローマの戦いを止める鍵になり、そして予言にある巨人の災いになるだろうという。アルゴ2号は、大西洋を渡り、ジブラルタル海峡に到着する。その海峡はヘラクレスによって守られており、 ジェイソンとパイパーが、海峡の通過許可をもらうために、ヘラクレスのいる島に上陸する。ヘラクレスは二人に、アルゴ2号が通過するための条件として、同じ島に住む川の神明けおろスの角を取ってくるように、命令する。二人は角を取ってくることに成功するが、パイパーはヘラクレスがその角をもらうのには、ふさわしくないと判断し、ヘラクレスに渡さないことを決める。 その角は、様々な食べ物が出てくる、豊丁の角で、パイパーはそれで、ヘラクレスの木を逸らし、その間に、アルゴ2号は、ジブラルタル海峡を通過する。地中海を後悔するうちに、アルゴ2号は、メドゥーサの息子、クリュサオルに襲撃されるが、パーシーの起点で倒すことに成功する。そして、パーシーたちは、クリュサオルの船にあった財宝をオバッカスに捧げた。 ローマに到着してから、ニコの存在を感じ取れるというヘーゼル、リオ、フランクはニコを探しに行き、パーシーはアナベスがアテナ像を探す旅に出るのを見送る。ヘーゼルたちはガイアの罠にかかり、地下に閉じ込められるが、リオはそこでアルキメデスの発明品を見つけ、脱出に成功する。アナベスを見送った後、パーシーはジェイソン、パイパーと共に、 カトプトリスに映し出された地下へと向かう。地下に閉じ込められた、ネレイスの攻撃を生き残り、三人は先へ、進みコロッセオの地下へ到着する。そこで、パーシーたちは、双子の巨人、エピアルテスとオトスを見つけ、二個を解放する。戦いの中、バッカスが現れ、巨人と戦うジェイソンと、パーシーたちの様子に満足し、巨人を滅ぼすのを助ける。そこへ、 地下から脱出したリオたちを乗せたアルゴ2号が到着する。そしてアルゴ2号はアナベスを助けるためにバッカスが指示した場所へ向かう。道中、ニコは死の扉を封印するには人間界側とタルタロス側の2箇所の扉を同時に封鎖する必要があると告げる。アナベスはなんとかアテナ像があるところにたどり着き、 それを守るアラクネを罠にかけることに成功する。しかし、罠を見破られアラクネの子供たちに殺されそうになった、ところを、アルゴ2号が援護に駆けつける。アラクネは、タルタロスへと続く地下へ落ちていき、アナベスは、アテナゾウを取り戻す。ところが、アラクネが吐き出した雲の糸が、アナベスの足首に巻きついており、アナベスはタルタロスへと落下しそうになる。 そこをパーシーが何とか引き止めるが、アラクネの力にかなわないことを悟る。アナベスはパーシーに自分を話すよう頼むが、パーシーは二度とアナベスから離れないと宣伝する。パーシーはニコに、自分とアナベスがタルタロス側の死の扉を封鎖すると伝え、残りの仲間を人間界側の死の扉へ案内し、封鎖するよう約束させる。そして、二人はタルタロスへと落ちていく。 その後、アルゴ2号で、ニコは、ギリシャのエピルスに、人間界側の死の扉があり、皆をそこへ連れて行くと伝える。そして、リオは、アナベスとパーシーを救い出すことを誓うのだった。語り手は、アナベス、パーシー、パイパー、リオの4人である。アルゴ2号に乗ったヘーゼルと残りの仲間たちは、ギリシャのエピルスを目指して、アペニン山脈を越えようと苦戦していた。というのも、 山脈に住む神ウレアが、アルゴ2号に岩を投げてくるためである。ウレアの攻撃をかわすほど高い標高を飛ぶ火力を、アルゴ2号は持っておらず、また、山脈を避けて地中海を航海するのは、海に精通したパーシーがいない今、とても危険なため、アルゴ2号は山脈を越える以外に、ギリシャへ向かう道はなかった。ヘーゼルは父プルトに助けを祈る。すると、 眼下に走るヘーゼルの愛悟アリオンが現れる。ヘーゼルは、リオに船を降下させるように頼み、アリオンのもとへ向かう。ヘーゼルを乗せたアリオンは、嵐が渦巻くローマの遺跡へと向かう。そこで、ヘーゼルは、魔術の女神へ、テに出会う。ヘカテは、ヘーゼルたちに四つの選択肢を与える。そのうちヘーゼルは、秘密の抜け道を通る、北へ向かい、ボローニャを経由して、 ベネチアに行き、アドリア海を渡る旅を選択する。また、ヘカテはヘーゼルに、仲間を守るためにはミストを使いこなして、ある魔女を倒す必要があると告げる。一方、その間、パーシーとアナベスはタルタロスへと落ちていき、ついにタルタロスの地に降り立つ。二人は過酷なタルタロスの環境で生き抜くため、火の川であり、癒しの川でもあるプレゲトン川の炎の水を飲む。 途中、タルタロスに共に落ちたアラクネに攻撃されるが、パーシーが瞬殺。その後、二人は、タルタロス側の死の扉へ向かう、ケリー率いるエムプーサたちを見つけ、後を追うが、気づかれて襲われる。エムプーサたちに殺されそうになったその時、イアペトスことボブが現れ、パーシーとアナベスの命を救う。その頃ボローニャに着いた、リオたちは、 アルゴ2号を二人のドワーフに襲われ、リオのアルキメデスの発明品の玉や工具ベルト、パイパーの探検などが盗まれる。リオとジェイソンは、ドワーフたちを追い、盗まれたものを取り返す。そして、ドワーフたちを逃がす代わりに、ニューヨークに行かせ、ハーフ訓練所に進軍するローマ軍を邪魔するように命令する。その後、アルゴ2号は、ベネチアに到着する。 イタリアで生まれ、イタリア語が話せるニコと、フランク、ヘーゼルの三人が船から降りる。ベネチアには、昔アフリカから持ち込まれた怪物、カトプレイパスが大量に発生していた。このカトプレイパスは装飾だが、毒ガスを吐くという飼い牛だった。三人は、この飼い牛の好物である魔法の毒を持つ根を、踏んでしてしまいそれに起こった怪物に襲われる。そして、ヘーゼルが、 毒ガスにやられ、意識を失ってしまう。そこに、穀物の神、トリプトレモスが現れ、三人をかくまい、ヘーゼルを治せるという。しかし、トリプトレモスは、ニコとヘーゼルが、ハデスの子供であることを知ると、ヘーゼルを治療することを拒否し、ニコをトウモロコシに変えてしまう。フランクは、トリプトレモスに、彼の二輪車の車輪を直すと申し出、その代わりにニコを、 元の姿に戻し、ヘーゼルを治療するよう迫る。フランクは車輪を回すのに必要な二ヘ蛇を手に入れて、修理を成功させ、ニコとヘーゼルを救う。また、フランクは、マルスの祝福により、体格が良くなった。トリプトレモスは、三人に、エピルスのハデスの館での重要な情報を教え、自分が育てた特別な大麦を持っていくように言う。 この大麦のクッキーを食べれば、ハデスの館での毒にも耐えられるというのだ。その頃、パーシー、アナベス、ボブの一行は、タルタロスに昔地上から落ちてきたとボブが言う、ヘルメスの神殿に向かっていた。ボブによると、ここでなら、ハーフであるパーシーやアナベスでも少しは安全らしい。三人はそこで休憩し、アナベスは、ローマとギリシャのハーフが、 長年の炎婚をなくし、ローマとギリシャに分裂した神々の人格を合体させるには、レーナがアテナ像をハーフの丘に置かなければならないという夢を見る。夢から覚めた後、アナベスはレイチェルに夢で見たことについてのメッセージを送る。ボブはパーシーとアナベスが死の扉に向かうのを手伝うと告げ、そのためにはデスミストで姿を隠す必要があり。 デスミストを与えてくれる、ある女のもとへ行かなければならないという。アルゴ2号のヘーゼルたちは、アドリア海のクロアチア縁談を後悔していた。そこで冥界から蘇ったスキロンというポセイドンの、息子に出会う。スキロンは肉食の超巨大ガメと手を組んでいて、ヘーゼルたちを、その巨大ガメの餌食にしようとするが、ヘーゼルがミストを操り、 自分たちの代わりにスキロンを亀の餌食記にすることに成功する。そこへ、ヘーゼルの父プルトが現れ、死の扉は、ネクロマンテオンというギリシャのエピルスの北西の町に、あるハデスの寺院の最下層にあると伝える。そして、マジョパシパイによって、死の扉は守られていると伝える。一方、パーシーたちは、アライという呪いのせいに取り囲まれていた。そこでボブは、 パーシーが自分の記憶を消した超本人で自分がイアペトスというタイタン族だったと知る。これによりボブの助けを借りれなくなったパーシーはアナベスを守るために瀕死の重傷を負う。パーシーはボブに自分のしたことを正直に言わなかったことを謝罪しアナベスを守ってくれるように頼む。ボブはこれを聞きアライを倒して パーシーの治療をしてくれるという巨人のもとへ二人を連れて行く。ジェイソンは、レイチェルがレーナに、アナベスのメッセージを届ける夢を見る。レーナはこれを聞いて、オクタビアヌスの反対を押し切り、一人で、アテナ像を取りに行く決意をする。そして、夢の中でのレーナの言葉から、船を、クロアチアのスプリットにある、ディオクレティアヌス宮殿に向かわせるようリオに指示する。そこは、 レーナとジェイソンが昔から憧れていたローマの皇帝ディオクレティアヌスの墓がありローマの死者の軍隊を操る力を持ったディオクレティアヌスの王笏が眠るというジェイソンとニコは王笏を手に入れるためスプリットに降りるディオクレティアヌスの墓でジェイソンは後からやってくるレーナのために行き先を書いたメモを残す墓で ジェイソンたちは、ローマの西風の神ファオニウスと、彼の上司であり、愛の神で王爵の守り主であるクピドに出会う。クピドは二人に王爵を渡す代わりに、ニコからあることを告白するように迫る。それは、ニコがパーシーにずっと片思いをしており、ハーフ訓練所から逃げたのはそのためだった、というものだった。ニコはそのことを認め、王爵を手に入れる。アナベスたちは、 パーシーを治療できるという巨人のダマセンの小屋に到着する。ダマセンはアレスと戦うために生まれた巨人だったが、アレスとタイになるように作られたため、その性格もアレスと反対の平和主義の巨人だった。小屋でアナベスは大予言敵は武器を手に死の扉を襲うの敵が巨人の騙船、タイタン族のボブ、ハーフのパーシー、アナベスのことだと推測し、 ダマセンに一緒に死の扉まで来るように頼むが、ダマセンはパーシーたちを追ってきた巨人族を食い止めるために断る。そして、ボブ、パーシー、アナベスの三人はデスミストの女のもとへと出発する。パイパーたちはギリシャに向かって後悔していたが、その途中で天気が荒れもうようになり、アルゴ2号は雪の女神、キヨネに襲われる。リオは、 アルゴ2号から吹き飛ばされ、ジェイソンは氷の柱に変えられてしまい、残りの仲間は船内に閉じ込められ、甲板に残って、キヨネと対峙するのはパイパーのみとなる。パイパーは、なんとか和術を使い、キヨネとその兄弟を倒すことに成功するが、キヨネの兄弟が残した風の爆弾が起動してしまい、アルゴ2号は、アフリカの北海岸側まで飛ばされる。一方、 アルゴ2号から飛ばされたリオは、カリュプソが暮らすオギギアの島に不時着する。カリュプソもリオもはじめは、互いのことを嫌い合うが、次第に惹かれ合っていく。リオが去る際、カリュプソは、リオにキスをする。リオは、カリュプソの元に必ず戻り島から救い出すと、スチュクスの川に誓う。アフリカの北海岸まで飛ばされた、ジェイソンたちは、ローマのハエの神。 アウステルの部下の嵐の聖ウエンティの力を借りてマルタまで行きそこでリオと再会する。マルタからエピルスの方角に巨大な嵐が渦巻いているのを目撃し、アルゴ2号はエピルスに向かう。パーシーたちは一度ボブと別れ、不幸の女神アクリスに出会い、デスミストを手に入れる。パーシーとアナベスはアクリスに殺されそうになるが、 パーシーが毒を操り、追い払うことに成功する。しかし、女神ニュクスに行く手を阻まれる。アナベスがニュクスとその子供たちを柵にはめ、その隙に二人はその場から逃げる。その後、パーシーたちは、ボブと再会し、目前に迫った死の扉へと進む。死の扉の正体は、エンパイアステートビルのオリンポスへのエレベーターと、そっくりなものだった。普段、 死の扉が現れる場所は予測できないが、現在はタルタロスと地上の間のみをつなぐために鎖でつなぎ止められていた。ボブはパーシーとアナベスにエレベーターの鎖を切るように言う。また、二人が地上に戻る方法を教える。死の扉とそれをつなぎ止めている鎖は二人のタイタン族クレヨスとヒペリオンによって守られていた。ボブが タイタンたちの気を引きつけている間に、パーシーとアナベスが、エレベーターの鎖を切ろうとする。しかし、ちょうどその時、タルタロス自身と怪物の軍勢が姿を現し、クリオスとヒテリオンを一瞬で吸収してしまう。ボブが、タルタロスに負けそうになった時、ダマセ線が現れ、タルタロスに立ち向かっていく。ダマセ線がタルタロスを、 死の扉から遠ざけ、ボブがエレベーターを守っている間に、パーシーとアナベスはついに死の扉をくぐり、エレベーターの中に脱出する。その間、アルゴニ号のメンバーは、エピルスのネクロマンテイオンへ向かう。リオとヘーゼルは、崩れてきた天井によって、仲間たちとはぐれ、残りのメンバーは、怪物の軍勢に囲まれてしまう。ニコ、ジェイソン、パイパー、フランクは、懸命に戦うが、 次第に追い込まれていく。ジェイソンはディオクレティアヌスの王爵を使って死者の兵を呼び出し応戦しようとするが死者の兵はジェイソンの命令に反応しない。それはジェイソンがハーフ訓練所の経験によりローマのハーフらしく亡くなっているからだと気づいたフランクが死者の軍に命令を下す。しかしフランクの階級は低く命令を下せる立場ではなかった。 そのため、ジェイソンが、プラエトルの地位をフランクに譲る。プラエトルに昇進した、フランクの命令に、死者の軍勢は従い、その力を借りて、フランクたちは、怪物の軍団を倒すことに成功する。その頃、ヘーゼルとリオは、死の扉の前で、パシパエとクリュティオスと出会う。ヘーゼルが、ミストで、パシパエを倒して、すぐに、意識を失ったパーシーとアナベスが、 地上に到着する。そこへ、ヘカテが現れ、その力を借りつつ、なおもクリューティオスの攻撃を受けながら、ヘーゼルは死の扉の鎖を断ち切ることに成功する。その後ジェイソンたちが現れ、ヘカテと共にクリューティオスを倒す。戦いが終わった直後、天井が皆の上に崩れ落ちてくるが、ニコとヘーゼルが協力し、シャドウトラベルによりその場を逃れる。 ネクロマンテオンの外で、アルゴ2号のメンバーは、レーナと再会する。話し合った結果、レーナ、ニコ、ヘッジの3人が、ハーフ訓練所にシャドウトラベルし、アテナ像を届けることに決まる。残りのパーシー、アナベス、ジェイソン、パイパー、リオ、フランク、ヘーゼルの7人は、ギリシャのアテネに向かい、そこで、ガイア勢と最終決戦に臨むことになる。 レーナたちが出発した後、パーシーは、アナベスとパ板でタルタロスでの経験や、二人の、将来について話す。終わりにパーシーはボブが星空を恋しがっていたことを、思い出し、夜空を見上げ、ボブせずハローという。語り手は、パーシー、アナベス、ジェイソン、パイパー、リオ、フランク、ヘーゼルの七人である。ジェイソンとパイパー、アナベスの三人は、 巨人たちの動向を探るために、伊達島にヘーゼルのミストの力を借り上陸し、蘇ってきた亡霊たちの集まりに潜入する。そこで、ジェイソンはガイアがアテネで目覚めようとしているという情報を亡霊から聞き出す。そこから逃げる際、1980年代にアラスカで戦死したマイケル・バルスに、帝国の金でできた剣で背中を刺され、重傷を負う。 そこへユヌが現れ、アテネへ行くには、ペロポネソス半島を迂回する航路を取るしか道はない、と警告する。また、勝利の女神、ニケのギリシャとローマの統合失調症が治らない限り、ギリシャとローマの溝は埋まらない、と告げる。そして、オリンピアへ行き、ニケを見つける、よう助言する。その頃、ニコ、レーナ、ヘッジの三人は、アテナ像と共に、 ハーフ訓練賞を目指していた。しかし、一回で、ニコが、シャドウドライブできる距離には、限界があり、途中で力を使い果たしそうになったニコは、誤って、ベスビオ火山の上にシャドウドライブしてしまう。レーナは、母ベローナから与えられた、能力パワーシェアで、ニコに、自分の力を分け与えることで、ニコは、火山から離れたところへのシャドウドライブに成功し、三人は、 火山に突っ込まずに、ポンペイにたどり着く。ニコとレーナは、ヘッジに、最初の見張りを任せ、眠りにつく。夢の中でレーナは、ガイアが放ったカリウドが自分たちを追っていること、そして、オクタビアヌスが、ハーフ訓練所の攻撃計画を進めていることを知る。目覚めた後夕暮れ時に三人は、ガイアが蘇らせた土でできた死者たちに襲われる。ニコが、 ディオクレティアヌスの王爵を使って、ローマの士兵たちを操り、使者たちに対抗しようとするが尺は、俺、士兵たちは消えてしまう。ま発のところで、ニコが、シャドードライブに成功し、三人は危機を脱する。リオ、パーシー、フランク、ヘーゼルの四人は、ニケを探すために、オリンピアに降り立つ。四人はニケを見つけるが、 ニケは重度のギリシャとローマの統合失調症にかかっていた。ニケは4人に戦い殺し合うように要求するが、4人は力を合わせ、ニケを捕らえることに成功する。ニケは、その場にいるリオ、パーシー、フランク、ヘーゼルの4人のうち誰か1人が命を犠牲にしない、限り、ガイアを止めることはできないと告げる。四人は、死者をも生き返らせるフィシャン、エスキュアー。 医者の薬の材料として、ピュロスの毒、スパルタで縛られた神の心臓の鼓動、デロスの呪いを探すことを決意する。ニコ、レーナ、ヘッジの3人はポルトガルにシャドードライブする。ニコは、夢の中でヒュップヌスの息子クロビスに会い、カリュードに関するアドバイスをもらうためタレアに、メッセージを伝えてもらう。また、夢を通して、ハーフ訓練所の会議の様子を見せてもらう。 ハーフ訓練所は、ユピテル訓練所のハーフたちの軍勢に、すっかり包囲されていた。また、レイチェルの信託の力が失われてしまったことも知る。夢から覚めた後、ニコが幽霊を追っていった先でニコは、父のハデスに会う。ハデスはニコに、彼らを追っているカリュードがオリオンであること、そして予言の七人のハーフのうちカズトが死を避けられない。 ことを教え、アテナ像を、シャドウドライブで、ハーフ訓練所に送り届けるのは、ニコの体が持たないだろうと警告する。ハデスと別れた後、ニコたち3人は、オリオンの手下であるリュカオンに襲われる。ニコは、リュカオンを刺し殺し、そのせいで生まれた影を通って、シャドウドライブする。一方、パイパーとフランクは、ペリクリメナスの子孫を訪ねて、ピュロスの毒を手に入れる。 パイパーの探検家トプトリスの映像から次の行き先であるスパルタにはパイパーとアナベスが向かうことが決まる。パイパーは夢で巨人たちが自分たちの航路を予測していたことを知る。夢の中でスパルタには巨人、見ますがパイパーたちを待ち受けていることも知る。これを聞いたパーシーはアナベスとパイパーの二人だけでスパルタに行くことに猛反対するが アナベスが説得し二人はスパルタへ行く。二人はミマスの攻撃を受けるも囚われていた魔界を手に入れることに成功する。レーナたち三人はプエルトリーコの首都サンフアンにシャドウドライブする。そこはレーナの故郷であった。レーナは誘拐されるが、その犯人はアルテミスのハンター隊だった。誘拐された先でレーナはアマゾン族の蝶で、 姉のハイラに再会する。アマゾン族とハンター隊は、レーナたちを追っているカリュードオリオンに長年仲間を殺され続けており、その復讐のために、レーナたちを餌として、フ不安に引き寄せたのだ、と、ハイラは説明する。そこへ、オリオンがやってくる。ハンター隊のフィービー、アマゾン族のキンジーは、オリオンの手にかかり、戦死する。 レーナとハイラたちは力を合わせ、オリオニへと立ち向かう。ニコとヘッジも助けに駆けつけ、タレーヤに連れられ三人はその場を脱出する。レーナは町に現れた幽霊たちに、殺人者、裏切り者、と罵しられるが、その理由はこの時点では明らかにならない。ある後二号は嵐に襲われ、転覆寸前だった。伊達島で負った傷が悪化して、 動くのがやっとなジェイソンもベッドから起き上がり、戦いに参加する。嵐の原因を突き止めるため、パーシーとジェイソンは海に潜る。海底では、ガイアと取引した、ポセイドンの娘の海嵐の女神、キュモポレイアが、嵐を引き起こしていた。そこへポリュボテスが現れ、パーシーを毒で殺そうとする。ジェイソンは、ユピテル訓練所とハーフ訓練所に、 キュモポレイアを祀る神殿を建てるから、ポリュボテスを殺すのを手伝ってほしい、と取引を持ちかける。キュモポレイアはこれを承諾する。このことをきっかけに、ジェイソンは、ガイアとの戦いが終わった暁には、ギリシャか、ローマに関係なく無名の神々たちを祀る仕事を、しようと決める。自分がギリシャとローマ双方のオリンポスの子供なのだ、と認めたとき、ジェイソンの傷が治る。 ニコは、レーナが、自分の過去について、何かを隠していることを感じ取り、相談に乗る。レーナは、実は、自分の父親を殺してしまったのだ、と告白する。ニコは詳しく話を聞いた後、それは、レーナの父親でなく、父親の負の感情が残った狂気の性マニアという、存在であり、レーナは、実際に父親を殺してしまったわけではない、と慰める。 そこへ、オクタビアヌスの手下のブライス・ロレンスが現れ、レーナを捕らえると宣言する。レーナに危害が及びそうになったその時、ニコは怒りを爆発させブライスを幽霊に解明会に送ってしまう。力を使い果たしたニコは、意識を失ってしまう。目が覚めたニコは、レーナとヘッジに自分が闇に溶けかけていたこと、そして3日間昏睡していたことを知らされる。 二日後の八月一日になれば、オクタビアムスは、ハーフ訓練所への攻撃を開始し、そうすれば、ギリシャとローマの溝を埋めることは、不可能になってしまう。ニコは焦るがニコが気を失っている間に、ヘッジは、様々な仲間と連絡を取っていた。そして、これ以上シャドウトラベルすれば、 この世から消えてしまうかもしれないニコに代わって、ペガサスの蝶をはじめとしてその仲間たちが、アテナ像の輸送の協力に駆けつける。リオ、フランク、ヘーゼルの3人は、デロス島に着き、アポロンとアルテミスに会う。2人は、ゼウスの命令に逆らったため、ゼウスの怒りに触れないようこの島に隠れていたのだ。リオは、 自分が作った楽器と引き換えに医者の薬の最後の材料であるデロスの呪いをアポロンからもらう。アポロンは医者の薬を手に入れるには治療の紙で自分の息子のアスクレピオスに会うよう告げる。フランクとヘーゼルはアルテミスからオクタビアヌスがキュクロプスが作った透析機を使ってハーフ訓練所を一網打尽にしようと企んでいること、ハーフ訓練所の攻撃のために 多くの怪物と手を組んでいることを教わる。アルゴ2号に戻る前に、リオは、フランクとヘーゼルに、ガイアを倒す計画を話し、協力してくれるように頼む。リオが自らを犠牲にするつもりだと知った二人は、反対するが、リオに説得されしぶしぶ承諾する。アスクレピオスのいるエピダウロスに到着すると、リオ、ジェイソン、パイパーの三人はアスクレピオスに会い。 ついに死者をも生き返らせる医者の薬を手に入れる。アルゴ2号に戻ってからリオはパイパーに医者の薬を渡すふりをするが、実際に渡したのはヘーゼルがミストで作り出した偽物の薬だった。レーナたちはついにアテナゾをロングアイランドまで運ぶ。会場のヨットに着地した3人は、オクタビアヌスの右腕のマイクカハレ5番コホルスのダコタ、4番。 コホルスのレイラーに見つかるが、タイソンの奇襲によりレイナたちはその場を切り抜ける。ダコタレイラーにはレイナを捕らえる意思はなく、二人はレイナに協力を申し出る。ヘッジは、妻のメリーのもとへ向かい、ニコダコタレイラーの三人は、オクタビアヌスの攻撃開始を遅らせるため、ユピテル訓練所の野営地へ向かう。一人になった、レイナのもとに、 ハイラとタレイアの攻撃を逃れたオリオンがやってくる。レイナとオリオンは戦い、レイナはアテナ像の加護を受けてオリオンに勝利する。ついにアテネに到着したアルゴ2号にアテネの王と名乗る蛇人間ケクロプスが巨人たちの元への道案内を申し出に来る。しかし、実際はケクロプスはガイアと取引をしていてパイパーたちをはめようとしており、 そのことを見破ったパイパーは、歌でケクロプスを操って、自分たちを裏切ることなく、巨人の元へ連れて行く、よう命令する。パーシー、アナベス、パイパーの3人は、ヘーゼルのミストの力も借りて、アテネに侵入するが、パーシーとアナベスは巨人たちに捕まってしまう。アルゴにゴーで待機していたメンバーが駆けつけるも、パーシーとアナベスの地でついにガイアは目覚めてしまう。 ニコ、ダコタ、レイラの三人は、ユピテル訓練所の野営地に潜入する。ダコタとレイラは、自らのコホルスにハーフ訓練所を攻撃しないよう説得に向かう。ニコは、オクタビアヌスの暗殺を計画するが、同じく、ユピテル訓練所の偵察に来ていたハーフ訓練所の、ウィルとルー、セシルと会う。四人は、投石機の照準を狂わせる作戦に出るが、途中で、 オクタビアヌスに見つかってしまう。オクタビアヌスは同席機をハーフ訓練所めがけて発射するが、ニコたちの作戦のおかげで狙いは逸れた。しかし発射に起こったギリシャのハーフたちがついに武装して突撃しようとするが、ちょうどその時ペガサスに乗ったレーナが現れハーフの丘にアテナ像を据える。像から金色の光が放たれ、 ギリシャとローマの溝は埋まったかのように見えた。しかし、目覚めたガイアの間の手がハーフ訓練所に伸びる。アテネで巨人たちを相手に不利な戦いを強いられていたジェイソンたちのもとに統合失調症から回復した神々が応援に駆けつける。巨人たちを一掃した後、ゼウスはガイアを止めるために7人をロングアイランドへ吹き飛ばす。 巨人の攻撃ですでにダメージを受けていた。アルゴ2号は、その移動に耐えきれず崩壊し始める。ジェイソンたちは、リオの言葉に従って、墜落しつつある船にリオだけを残し先に、ハーフ訓練所へ向かう。ハーフの丘では、ギリシャとローマの訓練生たちが、オクタビアヌスが集めた怪物の軍勢により包囲、されていた。ジェイソンたちは、レナや、ニコたち訓練生に加わり、 怪物と戦い始める。そこへ、それまで、アテナ像の力で押さえつけられていたガイアがついに、姿を現す。その時、アルゴニ号と墜落したはずのリオが、フェスタスに乗って現れ、ガイアに火の玉を食らわせる。そして、フェスタスは、ガイアの体を掴み飛翔し、戦いの舞台は空中へと移る。 一方、ニコはウィルに呼ばれ、戦いを抜け、オクタビアヌスのもとへ向かう。オクタビアヌスは、ギリシャ勢を滅ぼし、ローマを救うことで、ローマの救世主になる夢に取り憑かれていた。そして、精准のずれた、投石機で、誤って、自らお空へ打ち上げてしまう。ジェイソンはパイパーを連れ、リオの後を追う。ジェイソンの嵐で、ガイアを力の源である地面から遠ざけ弱らせ、 リオの炎で砕き、パイパーの話術で、ガイアを少しの時間眠らせることに成功する。リオは、自らを火の玉溶かして、ガイアを滅ぼす決意を固めていた。そして、リオは、ジェイソンとパイパーを逃がした後、自分もろともンを爆発させる。空へ打ち上がったオクタビアヌスと共に、ガイアは滅び、再び眠りについた。ハーフ訓練所とユピテル訓練所は、 友好関係を築く。フランク、レーナは、プラエトルとして、ユピテル訓練所に帰り、ヘーゼルも5番コホルスの隊長に昇格して、ユピテル訓練所に戻る。ジェイソンとパイパーは、ハーフ訓練所に残り、パーシーとアナベスは、残りの1年の高校生活を、ニューヨークで終えた後は、ニューローマに移り住みそこの大学に通うことを決める。ニコもハーフ訓練所に残ることを決める。 ハルピュのエラ、タイソンは、ユピテル訓練所へ行き、信託の力を失ったままのレイチェルも、ユピテル訓練所へ行くことになる。シビラの書を暗記しているエラと共に、レイチェルは、未来の解読をすることになる。ニコはパーシーに片思いをしていたことを打ち明ける。ジェイソンたちは、リオの身の心配をするが、ハデス、プルトの子であるニコとヘーゼルは、リオの死を悟っていた。しかし、 その死が普通の死の感覚と違うことに、望みを抱く。自分の身を犠牲にして、ガイアを滅ぼしたリオは、フェスタスの背の上で目覚める。そして、オギュギアの島を見つけて、カリュプソとの再会を果たす。カリュプソは荷造りを済ませていて、二度とこの島には戻って、来ないことを宣伝する。リオとカリュプソの二人は、フェスタスに乗って飛び立つ。語り手は、ジェイソン。 パイパー、リオ、レーナ、ニコの5人である。これで、パーシー・ジャクソンシリーズは完結する模様だが、今度はアポロンが主人公のシリーズ、アポロンと5つの新作が始まる。作者リック・リオ団の新作は2015年秋に、米国で、出版予定のマンゲス・チェイス・ザ・ゴッド・オブ・アスガルド、ブック・ワン、ザ・ソード・オブ・サマーで、題名からわかるように、 北欧神話が元になっているようである。短編4編を収録した外伝。米国版は2012年8月発表。ルークの日記、ヘルメスの杖ブフォード探し魔術の女神の息子7人の英雄ギリシャ系ローマ系。ありがとうございます。